皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。一音、実況始めます。セクター2を解放した前回。まあ今のとこ空っぽなんですけどね。でもこの広々スペースがあればしばらくは大丈夫な気がするのよ。セクター1は現在半端なスペースしか余っていませんからね。セクター2ではより効率的な建設に努めたいものです。せやな。さて地球が滅亡した結果新たな故郷を探す羽目となったコロニー大群。そもそもそれが目的だったからやることは変わってないんだけどね。しかし現在太陽系を離脱するためのボホールエンジンは大破。それを修理するための鍵を求めて宇宙ステーションアウターホープの調査に向かうところです。科学船に頼むわ。さて我々は我々でやるべきことがありますね。今回もコロニー運営頑張っていきましょい。まずはセクター2の生活インフラですね。現在セクター2では食料を生産していません。そのためセクター1から食料を輸送する必要があります。でないとセクター2のコロニーに来なきは飢え死になのよね。各セクターに必要な資源は最低備蓄量を設定しておくことで他のセクターから輸送することが可能です。ですのでセクター1からセクター2に食料を輸送するよう設定しておきます。これでセクター2のミキネキも安心やな。次は住居ですね。セクター2にも人数分の居住区を建設します。今までホームレスさせちまってすまんな。とりあえずこれでセクター2も稼働できる状態にはなりましたね。じゃあガンガン工場建てていこうじゃないの。実はそうもいかないんです。何故？セクター2を解放して一部の住民を移したことで実は現在人不足の状況なんですね。冷凍ミキネキをチンすればいいんやないの。そこも限界資源の回収を優先してコールドカプセルは現在備蓄はほぼゼロです。あかんやん。回収船に優先してカプセルを回収してもらって人を増やす必要がありますね。それまではアウターホープの調査でもやってお茶を濁しましょう。コールドミキネキがチンされるまで結構時間かかりそうな雰囲気。それまでに調査が完了すれば結果オーライでしょう。では調査報告その1。アウターホープでは何やら戦闘が発生していたようです。痕跡を見たところおしゃれ2ブロックカンパニーと国連が関係していたようです。2ブロック何してたんや。これ以上のことは不明ですね。とりあえず研究ポイントをゲット。調査報告その2。アウターホープは戦闘の結果完全な廃墟となっていました。マジかよ。これじゃエッテンメキが言ってたエンジンの修理なんかできないじゃん。しかし有能科学船スタッフがメインコンピューターを発見、ブラックボックスを回収してくれました。これを研究することで突破口が開けるかもしれません。科学船にキネキマジ有能。アウターホープからはこれ以上の情報は得られないようです。科学船には一度コロニーに帰還してもらいましょう。長々と出張ご苦労さんやったな。科学船の調査によってブラックボックスの研究が解放。早速調査を開始します。正直他の研究進めたいとこなのよ。確かにそうなんですけど、これ研究しないと先に進めないんですよね。いつまでも太陽系にいるわけにもいきませんし、これは優先やむなしですね。ラボでもポイント稼げるけど遅いしな。まずはボホールエンジンの修復を優先しましょう。そしてブラックボックスの解析完了。で、何がわかったの？まず月崩壊はコロニーのスペースジャンプの影響とされ、オシャレ2ブロックカンパニーは国連によって人類の敵とされたようです。邪魔。当然その配下の我々も同様です。マジかよ。あと木星に2ブロックカンパニーの施設があり、そこでボホールエンジンの開発が進められていたようですね。じゃあ木星行けばエンジン直せるかもしれないのね。さらに重要な情報、木星ではプロタゴラスなる宇宙船が建造されており、その宇宙船がコロニーに先行して居住可能な太陽系外惑星を調査していたそうです。その惑星の名前はレムス。プロタゴラスがスペースジャンプした座標についても取得できたそうです。つまり次の行き先もわかったってことなのね。いいじゃない。まずは木星に科学船を派遣して調査しましょう。そこでエンジンを修理するための手がかりが得られるかもしれません。帰ってきて早々すまんな。早速木星まで行ってくれや。ほどなく木星に到着した科学船からの報告です。木星の施設ではボホールエンジンの後継機となるエンジンを開発していました。その名はイクシオン。ここでまさかのタイトル回収。現在イクシオンエンジンは木星の施設に経由されていますが、採掘船を送ることでサルベージしてコロニーに取り付けられるそうです。直ちに採掘船を木星に派遣します。次は採掘2機の出番やな。気張ったってや。そして木星に到着した採掘船がイクシオンエンジンのサルベージに成功。やったぜ。これでコロニーを木星に移動すればボホールエンジンに代わる新たなエンジンを得ることができます。そんじゃま早速。そうですね。別に待つ必要もないですしね。ではコロニーを木星の軌道上に移動します。全速前進、要ソロー。木星軌道に到着。早速壊れたエンジンを取り外し、新たにイクシオンエンジンをコロニーに取り付ける準備にかかります。いいね。準備が終わるまでの間に一仕事、科学船が調査を進める間にカプセルの回収と解凍が進み人口も350人弱に増えました。そこでセクター2に高分子生成所を建設します。炭素からポリマーを生産する施設です。
実はソーラーパネルの追加なんかで結構ポリマーの在庫が減っていまして、さすがにそろそろ自給体制を整えたいんですよね。ポリマーないと探査機も作れないのよね。探査で資源を見つけられなければ端的に言って済みますからね。まだ炭素は備蓄していませんが、すでに採掘は始めています。いつでもポリマーの生産を始められるよう準備はしておきましょう。探査機さえ打ち上げられればなんとかなるしね。これは重要なのよ。そして間もなく科学船のクルーがイクシオンエンジンの接続準備を整えました。しかしイクシオンエンジンをコロニーに取り付けるには電子部品2とポリマー30が必要です。今のコロニーの備蓄では足りませんね。いいタイミングでポリマー工場作ったのな。しかしポリマーの生産には炭素の回収が必要です。エンジンの取り付けはそれからですね。それに高分子生成所の生産などでアーロイ鋼も結構使ってしまいました。セクター2の初期備蓄もほとんど使っちゃったのな。炭素と並行して鉄鉱石の回収も必要ですね。ポリマーの備蓄が溜まるまで少し時間がかかりそうです。じゃけんちょっとお仕事しましょうね。まずはおもむろに居住区を撤去。何やってんの。いくらスペース足んないからといっていきなり住民を追い出すのはいかがなものか。いやこれもそのスペース問題解決のためなんですよ。だから何言ってんの。実は今回溜まったポイントでまた一つ施設をアンロックしまして、それがこの居住房。なんとこれ一つで125人までを収容可能な優れもの。これまでの居住区が収容上限15人ですから約8倍ですよ奥さん。まあなんてお得なのかしら。でもお高いんでしょ。アーロイ鋼90ですから安くはありませんね。でも居住区の場合同じコストで収容上限は90人です。必要なスペースを考えればコスパの違いは歴然ですね。確かに。今後アーロイ鋼の備蓄に余裕ができ次第居住区は居住房に建て替えていきましょう。さてエンジンの取り付けに必要なポリマーが溜まりました。コロニーへのイクシオンエンジン取り付けを開始します。いいね。取り付け工事開始。工事が終わればコロニーは太陽系から離脱することができます。やっと新しい故郷を探す旅のスタートなのね。いやここまで長かったですね。そしてイクシオンエンジンの取り付け完了。やったぜ。次は船体の整合性が 400% 以上になるまで修理。それでハイパージャンプの準備は完了です。自動修理にしてるからまあすぐに終わるのよ。船体の修理完了。ついに準備完了です。次のミッションは先行したプロタゴラスの軌跡を追跡し、居住可能な惑星レムスの手がかりを探すことですね。よっしゃ行くか。まだです。まだなの。もういい加減待ちくたびれたのよ。さっさとジャンピンジャンピン。ただですね、まだ太陽系には採掘した資源が結構残ってるんですよ。これ、惜しくありません。いやんなもん、ジャンプした先でまた掘ればいいじゃないの。それにですね、高分子生成所や住居房の建設、イクシオンエンジンの取り付けなどでかなり船内備蓄も減っています。アーロイ鋼なんて50程度しか備蓄ありませんしね。そりゃそうなんだけどさ。この状態で別の恒星系に行くというのも正直不安です。だから掘ればいいじゃん、行った先で。だからもうしばらく太陽系に留まり船内備蓄を貯めます。OK。話聞けよ。拙者常に倉庫に備蓄がないと我慢できない侍にて候。備蓄があれば何でもできる。備蓄がなければ住居房の建て替えすらできないんですよ奥さん。ああもうあったのよ、好きにしなさいよ。では本館はこのまま太陽系での駐留を続行。資源の備蓄を積みました上で、しかる後に太陽系から離脱します。そしてしばしの時間が経過。少々不満なようではありますが、備蓄もそれなりにできました。めっちゃ時間かかったけどな。時間かかりすぎてコロニーにキネキの不満めっちゃ上がっててくさ。これまでプラスを維持していた満足度がマイナスに下がってしまいました。同じ星系に居続けるだけでも満足度は下がってしまうんですね。さすがにそろそろ出発せんとヤバいのよ。まあアロイ鋼もそこそこ溜まりましたし、氷や水素といった今はまだ使っていない資源の備蓄もできました。まあこんなところで満足しましょう。満足度 0% になると反乱起きてゲームオーバーだしね。今までは意識していませんでしたがマイナスに転じたとなると、今後は一層住民の皆さんに気を使ってコロニーを運営しなければなりません。今まで気を使ってたみたいな言い方が草生えるのよ。それもそうですね。ははははは。はまあ今後は本当に気を使いましょう。そうですね。それでは気を取り直して出発です。イクシオンエンジン始動、ハイパージャンプ開始。
ハイパーゲンプ完了。全体をチェックしたところ以下の事実判明。ハイパーゲンプはコロニーの全体に不可逆の損傷を与えます。あと4回ゲンプすればコロニーはお釈迦です。4回ゲンプすればコロニーはお釈迦です。大事なことなので2回言いました。マジかよ。つまりあと3回のハイパーゲンプで居住可能な惑星を探さねばならないのですね。そういうことです。じゃあせいぜい頑張ってくださいね。とにかく新たな恒星系に到着。次は宇宙船プロタゴラスを探して居住可能な惑星の手がかりをつかまねばなりません。新たな恒星系は太陽系ほど安定した環境ではなく、一部の中域ではコロニーや宇宙船が損傷する可能性があるようです。なんか雲みたいなブツがある場所を避けなきゃってことなのね。しかも地球を離れたことでクルーの皆さんの精神状態も悪化、永続的な満足度へのペナルティも追加されます。きっついのな。先行き不安しかないのよ。未だ十分とは言えない労働力と資源をやりくりしつつ、なんとか前に進まなければなりません。事故やらストライキやらも頻発してるし頭が痛いのよ。ですが新たな恒星系に到着したことですし、キリが良いので今回はここらで締めですね。それではついに居住可能な惑星を探す旅の短所に着いたコロニーを眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。